私の知り合いで一番ドラフト詳しい人を呼んできました。でその人にいろいろちょっと教えてもらいつつ、セリーグのドラ1予想していこうかな。ああ、いいですね。パリーグも含めてでも競合する人いるの？まあ、竹内投手は、まあソフトバンクとかは地元ですし、今年ピッチャー結構ひどかった。誰も来て、出してないんじゃないですかね、ソフトバンク。ドラフト入った。いや、今年のソフトバンクの先発投手陣が、規定球団誰も行ってなくて、で、有原投手だけ10勝みたいな感じで、結構、実はソフトバンク思ったよりですね、ひどくてですね、ピッチャー陣。あ、そうなんだ。っていうのもあるので、なんか、まあソフトバンクって結構余裕路線のドラフトを今まで、ここ最近は展開してきたんですけど、まあそんなこと言ってられないですし、去年永遠に取ってなかったソフトバンク。なんか、ソフトバンクだけ、はい、何十名でやってたやつで。まあ、14人ぐらい取ってましたね。なんか、育成だけで。育成施設がしっかりしてる。はい。まあ、とはいえ、まあ、それは育成の話だ。はい。まあ、パッと、すぐ、まあ、ローテーションいけるピッチ。いや、天下のソフトバンクも巨人も余裕がないってことですね。そうですね。これ一大事ですよ、本当に。一大事も。はい。そんなソフトバンクを除いたパリーグ残り5球団の1巡目指名予想はこちら。高校通算62ホーマーの長距離砲、和製バリーボンズこと広陵高校の真鍋には西武、楽天の2球団が指名予想。特に西武はポスト森友を育てることが急務課題のため、是が非でも交渉権をつかみ取りたい。社会人ナンバーワンスラッガーの呼び声もあるエネオスの渡来には千葉ロッテが単独指名予想。ウィークポイントとなる打撃陣、特に中村翔吾の後駒として渡来は補強ポイントに合致する。リーグ3連覇のリクスは常廣とともに青山学院の2枚看板を担う下村海斗を指名予想。山本由伸、山崎福也の去就が不明ではあるが、昨年サワーの曽谷を指名していることもあり、今年は右の即戦力投手が欲しいと予想した。すでに広島が1位を公言している同じく青山学院大学の常廣隼人には日本ハムも参戦。2年連続最下位と低迷するチームの救世主としてローテーション入りが狙える常廣は是が非でも欲しい。ということで12球団の1巡目指名はこちら。阪神、千葉ロッテ、オリックスの3球団が見事一本釣りで交渉権を獲得。一方、国学院大学の竹内が3球団、青山学院大学の常廣、東洋大学細野、広陵高校の真鍋にはそれぞれ2球団が競合予想となった。じゃあちょっとセリーグの、まあ、外れ1チームを一応ね、予想しておきましょうということで。MC ユタさん、じゃあちょっと一気にもう、パッて。わかりました。お願いできますでしょうか。はい。第一巡選択希望選手、広島東洋。西舘浩太投手、専修大学。おお。二段猛将から最速152キロのストレート、スライダーを武器に打者を打ち取る。高校時代はオリックス宮城に投げ勝った経歴を持ち、試合終盤でも常時150キロを継続できるスタミナとスケールの大きさをスカウトは高く評価する。先週はそっちの西舘投手。それは何かあるんですか、根拠は。そうですね、やっぱ右の本格派っていうのがやっぱカープっていうのは、まあ、森下投手で当たってきたっていうところもあって、まあ、そういう投手が欲しいんじゃないかということで、まあ、常廣投手っていうところがあって、まあ、外れたら多分、まあ、西舘投手のような、まあ、ロマンのある、まあ、右の本格派っていうところを取るんじゃないかっていうところもありますし、まあ、レジェンド黒田投手、先週ね、出身なんですよね。あ、そうなんだ、はい、なるほど、そういうなんか過去のやつ。いや、ありますね、これは。やっぱり、ベイスターズも、まあ、ドラゴンズも、結構最近、明治大めっちゃ取るなとかあるんですよね。確かに、安倍投手もそうだったし。まあ、最近っていう感じでもないけどね。安倍なんて。震災の年だったな、確かに。全然最近じゃないけど。全然最近じゃないけど。はい。第一巡選択希望選手、東京ヤクルト。おじゃ、たつき。投手、東横浜大学。第一巡選択希望選手、横浜 DeNA。 こじゃ、たつき。こじゃ、こじゃ、こじゃ、たつき。4球団競合となったのは東横浜大学のこじゃたつき。球の出所が見にくい独特のフォームから力強いまっすぐとブレーキの効いたチェンジアップを武器に打者を翻弄。球速よりも球質にこだわり、高い野球 IQ を持ち合わせる即戦力サウスポーだ。そうですね、まあ、小蛇投手に集中するかなと思ったのは、まあ、やっぱ左ピッチャーで、まあ、細野投手、竹内投手の辞典なんですよね、なんかイメージで言うと。なるほど、なるほど。本格派で、まあ、さっきその見えづらい、投げるとき見えづらいってところで、まあ、しっかり投げきれるっていう
153キロぐらい投げるピッチャーなんですけど、うん、っていうところで本格派って考えたときに、他に左で小蛇投手以外でこう出てくる、1位で出てくる人いるかなって考えたときにそんなにいなかったっていうのがあるので、まあここで競合はあるんじゃないかなと思ったと。なるほど、小蛇選手ということで、セリーグ各球団の外れ1位予想はこちら。ここからはドラフトをもっと楽しみたい方へ、 MC ゆうたがセリーグを中心に各球団のウィークポイント、おすすめのドラフト候補選手を紹介していきます。あとドラゴンズは野手考えたんですよ、まあ、今年ね、なんかピッチャーかわいそうだってめっちゃ言われてたじゃないですか。言われてましたね。でそれこそね、渡来選手とかも考えたんですけど、野手ドラフトを近年続けてるんですよ。そうですね、そうだよね、うん、で考えたら、まあ、一旦、まあ、その選手たちを、まあ、信じてみるじゃないですけど、まあそうね、ちょっと成長待って、まあブライト、ウカイ、そのあたりはやっぱ活躍してもらわないと困りますし、うん、内野手でも、まあ、田中美希也選手とか出てくるんじゃないかなっていうところも、まあ、ありますし、全然他のね選手とかも活躍してると思うんですよね。とはいえ野手は必要やと。いや打たないと勝てませんよ、ね、っていうところで、で、まあ、キャッチャーはいらんやろっていう感じなんですよね。石橋育てって思って、はい、うん、袋は俺らのホームタウン、男無体ご飯と残ってれば、まあ、明治大学の上田選手、残ってればですよ。まあ難しいところだと思いますが、1位で消える可能性も正直ある。あ、全然あるんだ。なので間の取り方が、もともとヤクルトって岩村みたいなものとか、そういうの個人的にね、岩村とか、まあ、それこそ福留とかにちょっと近い間の取り方で、すっごい間の取り方がうまくて、なるほど、なんか低めとかもすぐ対応したりするし、うん、でまあホームランバッターではないですけど20本とか打てるから、あとしたらもうホームランキング、じゃあ中日だと、あ、中日で20本いけます、そうですね、バンテリンで20本ぐらいいけるんじゃないかっていう、マジ？ポテンシャルはあると思います。はい。1年目とは、1年目は多分もう本当に、でも、1年目でも森下くんくらいやれるんじゃないかって。おー。めっちゃいいやん。これは期待だね。正直やれるんじゃないかっていう。袋は俺らのホームタウン、男無体ご飯と。仙台大学の辻本選手とかね。あー。凛太郎くん。そう、凛太郎くんですね。まあ、彼は、まあやっぱり、小柄だけど、まあパンチのある。小柄だけどパンチがある。ちょっと、中日ファンそれね。小柄のパンチに、やっぱあれなんすか。そう。本当って言う。パンチって何みたいな。そう、なんか、ね、上背があって、見下すように投げるみたいな、ピッチャーいるけど、あんまりなんか、活躍してるイメージがない。まあ、でもやっぱ野手パンチ力って言いがちだよね、中日。そうそうそう。に来る選手。やっぱ俺は褒めて、じゃあドラフトで来る人もそうですけど、やっぱコントロール重視ですか、私は。そうなんですか。そうです、そうです。コントロールがいいピッチャーがやっぱいいと思ってるんで、じゃあコントロール重視なんで、コントロールがいいピッチャーが来てほしいですね、中日は。まさにさっき言った竹内投手とかは本当にコントロールがいい。あ、もちろんバッチリやん。はい、なんで細野投手っていうよりはコントロール型の方がやっぱりドラゴンズ好むなっていうイメージがやっぱりあるんですよね。うん、あとはそうですね、これはベイスターズかドラゴンズあるんじゃないかと思ってるのは、明治大学の牧田投手ですね。牧田投手、はい、これは、明治大学のピッチャーで、明治大学ってエース多分、村田っていうピッチャーがいるんですけど、はいはいはい、まあ、ドラフト候補で村田投手の方が多分、上位予想がどっちかっていうと。どっちかっていうと、2番目ぐらいの評価のピッチャー、右のピッチャーなんですけど、フォームが、めちゃめちゃ柳にそっくりなんですかね。明治大学で。はい。それは打撃フォームの方。いやいや、それはもう、さすがにピッチングフォーム。柳は真似してるから、打撃。毎回違うもんね。テストやったりしますからね。うちの上茶谷もそうなる。あ、そうだね。はい。牧田選手はなんかバッティングもいいらしいですし、まあ、セリーグ向きだなっていうところと、まあ、柳似てる。しかも明治大学ってところありますし、ベイスターズ的に言うと、九州学院出身なんです、高校が。だから、伊勢投手と全く同じ、九州学院から明治大学っていう。へ、はい、そんなことか。っていうのがありますし。伊勢も明治なんだ。そうなんだ。そうなんだ。あんま明治かもじゃないよね。ちょっと顔がね、特徴的というか。そうですね。うん。あと、あの髪色だけちょっと許せない。金髪が許せないってことです。
か。ちょっと1年活躍した瞬間ね。DNA ってそういうのするよね、よく。それちょっと、あの、砂田とかもそうだったけど。ちょっと出てきたら、茶髪、金髪。まあまあまあ。ピリピリなってますよ、砂田。なってない。なんか出てないね。なってない、なってない。あと、巨人とソフトバンクは、キャッチャーも欲しいんじゃないか。あ、そうなんですよ。これ、わかります。なんか、ね、巨人なんて、もう、WBC キャッチャーおるやん。若いしって思うと思うんですけど、まあ、いつですね、まあ、彼が外野に行ったりとかですね、ファースト専門になったりとかっていう、可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、キャッチングだとかリードの、まあ、指摘とかも、ちらほら。巨人ファン並びに OB からですね、批判があったりとかもすると思うんですよね。ありますよ。今話してるのは、あの、ひふみの女房役の。いや、別にひふみちいち出さなくていいから。ひふみの女房役があってそう。それで、ああ、大城ねってなんないから。まあ、年も年ですしね、大城も。まあ、ありますし、やっぱりそれ以外じゃあ誰に託すのってなると、まあ、小林捕手も、まあ、どうなるかわかんないですし、じゃあ誰がいるのかって言ったら難しいところですよね。巨人のキャッチャー事情っていうのは。まあもう僕は山瀬くんに期待ですね。そうですね。まあ、山瀬くんぐらいだと思うんですけど、っていうところで、まあ上部大の、あの、進藤選手。いやー、進藤選手。もしかしたら、ウェーバーで残ってるかもしれない。ああ、そういうことか。そう、だから2位で取れたらめっちゃいいですよね。はい。っていうのがあるので、まあソフトバンクも実はキャッチャー欲しいな。持っていて、まあ海外で、でミネイも取りましたけど、それ以外どうするっていうような状態ですよね。確かに。そうなんだ。結構いないですよ他に。一回東海大学からあのドラフト2位で海野。あ海野。はい。ああ。ぐらいで全然出てきてないっていうのがあるんでキャッチャー結構深刻なんじゃないのっていうのがあるので、まあ進藤選手。まあ、その2球団とか結構面白いんじゃないかなって。いやいや、いろいろありますね。だキャッチャーの数えられるのは 2人、3人ぐらいじゃないですか。上位で呼ばれそうなのが。だそこの取り合いがどうなるかってことですよね。まあ、そうですね。まあ、あの、MC ユータが言ってたことを丸々同じこと言ってたんですけど。そうですね。姿勢正して言い直しただけです。あ、そうですね。まあちょっと、一応サムネでは 100% 的中みたいに書いてるかもしれないですけど、まあちょっとなんかドラフトね、知りたいとか、ちょっと興味ある人はね、見てもらえればと思いますので、はい、ぜひ皆さんの意見聞かせてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ当日もね、あの、配信しますから、はい。はい、ちょっと一緒に楽しんでいただきます。いや、楽しみ。はい。ドラフトのことで、文句ある方、意見言いたい方、ここのお店で待ってますので、はい。ぜひ、遊びに来てください。一応、オーナーやってんのかな、その。あ、オーナーやってまーす。ぜひ来てください。YouTube もやってまーす。概要欄一応貼っときますけど、あの、リンクは一応、あの、つけないようにしてください。なんでやねん。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティー、ゴーチャイアンツ。